こんにちは、こんばんは。さあ、今日のテーマは、数と式、数一、数と式の、平方根です。前回絶対値をやったんですけれども、さあ、今日のところ。今日もね、実は絶対値がちらっと出てくるんですよ。はい。まあ、では早速、左半分は中学校で習った内容です。ね、右半分で高校になるとどんな風な話が出てくるのかってことをまとめてみたいと思います。さあ、まず最初なんですが、A の平方根という言葉が出てきますね。ね。さあ、何々を A の平方根という、さあ、ここに入る言葉。言えますか？結構長いですよ、結構長いですけども、わかりますね。2乗すると、A になる数。おお、ぴったり入った。ね。2乗すると A になる数を A の平方根と言います。ね。これは中学校の時にもそのように全く同じ言い方で習ったと思います。ね。で、これをちょっと3つに分けて考えてみたいと思うんですけども、その A の平方根、さあこの A という値が正の時と、0の時と、負の時、こんなの中学校の時なかったですよね。中学校ではこんなのなかったです。ね。さあ、ちょっと分かりやすいところ行こうかな。分かりやすいところ。もし A が0であれば、つまり0の平方根。ね、まあ0の平方根にルートの記号も書いちゃったんですけど、0の平方根は0しかありません。ね、でそれから負の数の平方根、2乗して負の数なんてありえないですよ ね。これ A の平方根は存在しない。 A の平方根は存在しないと。正の数と0と負の数、やっぱりね、高校になると中学の時の、まあ、なんとなくやってた分とは少し変わってくるんです、ね、でも実はこれ、今ここにわざわざこれ言ったのは理由があって、実は負の数の場合を今度2年生になると数2の複素数というテーマがあるんです。そこでルートの中身が負の数になる場合を考えるんですよ、ね、だからまあ来年の今頃またね、今度は例えばルートの中がマイナス2だったりね、そういう数字を扱うことになります。はい。さあ、じゃあ本題の方に戻りましょう。まあ、ここがメインなんですね。1年生の時はここが一番のメインです。で、正の数なのはまあ当然なんですけど、例えば3の平方根といえばルート3とマイナスルート3です、ね、つまり2つあるわけです。いいですか。ルート A とマイナスルート A、 2つあるんですよ、ね、これを正の平方根と呼び、これを負の平方根というふうに呼ぶんだと、ね、これも教科書に中3の時に書いてあったはずです。書いてあったはずです。ね、つまりここで何が言いたいかというと、実は平方根というのは実は2つあるんだと、ね、2つあるんだ。正の数の正の平方根っていう言い方しますけど、正の数の平方根とは違いますからね。正の数の平方根は2つです、ね、その一方が正の平方根、もう一方が負の平方根。いいですか、今の意味分かったかね。正の数の平方根は2つあります。その片方、正の平方根をルート A と表し、負の平方根をマイナスルート A と表す、ね、これ決まりです、ね、あでこの今2つと書いたんですけど、この0の場合はルート0は0です。これ1つなんですよね。1つしかないんです。ルート 0の平方根は1つしかありません。ここでプラスマイナス0なんて書かないでくださいよ。ね、プラスマイナス0なんて数学で出てきませんからね、数学ではね。なんかね、間違って使ってる人がいますよね。うん。はい。さあ、で、この数直線何かわかります？もうわかりますよね。ルート A がここにあって、マイナスルート A がここにある。さあ、何が等しいんでしょう？何が等しいんでしょう？当然、こ
これが等しいんです。ね。絶対値。絶対値は等しい。ね。正の平方根と負の平方根、その絶対値は等しいんだと。まあ、そんな当たり前なんですけどね。当たり前のことなんですけど、こういうのをちゃんと教科書を読んで確認してみてください。これは書いてないです。で、これは書いてないですけどね。新しく付け加えてみました。さあ、じゃあ皆さんがどれくらい分かってるか、ね。ちょっと基礎知識をチェックしたいと思います。正誤問題。丸×で答えてください。ね。はい、もう10秒もあればいいでしょうね。はい、どうぞやってみてください。さあ、終わりましたか？正誤問題ということで、もうドーンと丸×していきますよ。はい、1番。9の平方根は、ね、さっきの9の平方根は、ルート9とマイナスルート9、つまり2つあるんですよね。3とマイナス3です。はい、丸です。正しい。ね。いいですか？さあ、次です。ルート25はプラスマイナス5である。ね。結構間違えてる子がいるんですよね。これ、×ですからね。ルート25は、ただの5です。ね。こっちの正の平方根の方ですからね。正の平方根の方を表しているわけだから、マイナスはまた別につけなくちゃいけないんだよね。ね。さあ、次です。これどうだったかな？ルート2は2の平方根である。これ、丸です。嘘、×だろうとか思った人いませんか？ね。これ逆だったら×ですよ。2の平方根はルート2である。逆に書いてあったらそれは×です。ね。数学 A の方で必要条件、十分条件、命題の逆、まあ、習ってないから言ってもしょうがないか。そういう命題ってやつ習うんですけど、その頃にまた、考えてみるとわかると思います。ね。さあ、次です。マイナス5の2乗にルートがついて、それはマイナス5である。ね。マイナス5はそのままマイナス5と。というふうな話なんですけど、これは、どうですか？バスですよね。だってこうだもんな。こうだよね。計算すればわかるよね。マイナス5。これ引っ掛け問題です。引っ掛け問題。ここにマイナスがついてて、そのマイナスがそのままマイナスになるのかっていうと、実はそうじゃないんだと。ね、ああ、これチェックすると外国人は丸だと思うんだよな。ね、ちょっとそんな人は見てないと思うんですけど。はい。ということで。いいですか？正誤問題全部合ってましたか？もう本当に基礎中の基礎ですからね。ね。はい。で、ここまでは中学と同じです。ここまでは中学校の内容と変わりません。さあ、高校に入ると何が変わってくるのか、何が新しいのか。ね。はい。ルート A の2乗と、ルート A の2乗。言葉で言うと同じになっちゃうんだよな。ルート A の2乗とルート A の2乗。同じだよね。でもね、もう括弧の外に2乗があるのと、ルートの中に2乗があるのとでは全然意味が違ってきます。ね。さあ、これちょっとまとめてみたいと思います。赤ばっかりじゃ面白くないなぁ。まあいいか。赤でいこうか。赤でいきましょう。はい。まず大事なこと。まずはこちらからいきます。ね。これも書いた方がいいな。A が0以上のとき。A が0以上のとき。実はこっちの話ですけど、これも、これも、両方とも A になります。わかりますか？わかりますか？ね。なぜ A を0以上にしたかわかります？A が0以上っていうのは、ルートの中は0以上じゃないとダメなんですよ。ね。ルートの中、0ですね。0。ね。あるいは、正の数。ね。ルートの中は正の数です。ね。負の数ダメです。ね。というのが、まあ、一点あるんですけど、それからもう一つ。もうこれも当たり前の話なんですけど、ルート A。これは必ず0以上の値である。ね。これがまず一つ。ちょっとこれを、この色にしようかな。まずこれが一つですよ。
さあ、どういう公式なのか、ね、どういう、まあ、公式というか性質なんですけどね、その例を挙げてみたいと思います。どんな話なのかというと、具体的にはこんな話です。例、まあ、要するに数字入れてみればいいんですよ、ね、ルート3の2乗といえば、まあ、これは皆さんもよく知ってますよね。ルート3かけルート3だから当然3です、ね、でそれから、マイナスルート3カッコして2乗すると当然マイナスの2乗はプラスになるし、ルート3の2乗も3になるから、これも3です。つまりこの2つマイナスがついていようがついてなかろうが、カッコの2乗は両方とも同じ値になりましたと、ね、それだけの話です、ね、簡単な話です。いいですか、まあ、これが A なんですよ、ね、ルート A、ね、ルート A、ね、マイナスルート A、ね、これは A イコール3でこの公式に当てはめてみました。当然ルート3は0以上です、ね、はい、次の話いきます。こっち側の問題はこっち側なんです。問題はこちら側、どうしようかな。ちょっとね、色がいっぱいあってね、すごく悩むんだよね。これがとても大事なんだ、こいつがね、今日のメインはこちらです。さあ、それでですね、これも赤で書いていきましょう。実はそうですね、この辺に書こうかな、この辺に書こうか。 A の2乗にルートがついた場合、実はね、これ A は0以上じゃなくてもいいんですよ。ですよね、ですよね。A の2乗って必ず0以上だから、ルートの中はもうこの状態でもうすでに0以上になってます。A の2乗は0以上だから、こういう条件は必要ありません。ね、で、これなんですけど、実はこれがね、こういうふうにね、分かれちゃうんですよ。こんな感じ。なんか見たことありますよね。見たことありますよね。ないですか、ないですか。後でまた確認しますよ。さあ、これはさ、どういうものかというと、はい、これも囲んどいてやりましょう。これどういうことか、具体的にちょっと例を挙げてみたいと思います、ね、いきますよ。例、これも A を3にしてみましょう、ね、これも A を3にしてこの計算してみます。3の2乗のルート、これ当然9ですよね。ルート9だから3です、ね、じゃあ、マイナス3を入れてみましょう。マイナス3、負の数でマイナス3の2乗にルートがついた場合、ね、これも結局は9になる、ルート9になるからこれ3です。いや、これこういう計算ね、まあ、別に難しいところは何にもないんですよ。何にも難しいところはないんですけど、ですけど文字で書かれるとこれがわからないっていうふうにね、なんか言い出すんですよ ね。具体的な話をすれば誰でもわかるんですけど、さあ、これ今さっきも言ったように、正の数、これが正の数ですね、正の数です。で、これ負の数です。負の数なんですよ、ね、いいですか。正の数はそのまま、ところが負の数の場合、ここで正の数になってますよ ね。つまり符号が変わったんです。 A がわかりますか。符号が変わったっていうことは、これが A だから、これが A だから、これマイナス A なんです。いいですか？マイナス A なんですよ。ね。符号が変わるんだぞってこと。このマイナスの値がプラスに変わるんだぞと。ね。符号が変わるんだぞって、なんか見たことないかいって話でさ、前回やった絶対値なんです。実は。絶対値なんですよ。これと全く同じなんです。
A の2乗の平方根は実は A の絶対値と同じなんです。ね、これ覚えてますか？ね、覚えてますかってね、もう前回やったばかりだからね、覚えておいてよ。さあ、で実はこれがね、これがくせ者。ちょっとした問題をやってみたいと思うんですけど、まあいきなりなんですけど、ちょっと発展といったところね。どういう使い方をするかなんですが、これ教科書で言うと、例題があって練習問題があって一通り済んだところに小末問題というのがあります。そこに出てくるんですよ、小末問題のあたりに、ね。こういう問題ね、ルート A2 乗マイナス 4A プラス4を簡単にせよ、ね、簡単にしなさいって言うんですけど、さあこれわかりますかね。こんな感じなんですよ。あ、ちょっとみんなやってみてもらおうかな、ね。じゃあちょっと止めてちょっと考えてみてください。シンキングタイムスタート、ね。さあどうでしたか。少しはなんかいい知恵が浮かびましたか ね。まずは気づくかどうかだね。これカッコの2乗なんだよね。 A マイナス2の2乗でこうなるわけですよね。まさにカッコ2乗のルートです。2乗のルートですね。2乗のルートということは、これさっきのこのままいきましょうか。2乗のルートっていうのはその A がそのまま、この場合は A が、この場合の A はね、この A ではなくて A-2 なんですよね。これを2乗してますからね。だから A-2かこの2つのうちのどちらかになるわけですよ ね。そのままかマイナスがつくかということです、ね。ということでその続きなんですけど、それは A が0以上であればそのままでいいけれども負の数であれば符号を変えるためにマイナスをつけなくちゃいけないということで同じことをやります、ね。これも A-2 がそれぞれこういう時ですね。いいですかね。A、今ちょっと A-2 になってますからね。 A-2 の2乗、ね、A-2 が0以上ならそのまま、 A-2 が負の数ならその負の数にマイナスをつける必要がある。あ、色が変わっちゃった。まずいまずいまずい。色が、黒で上から描いたら、いや失敗失敗ね。うん、これじゃ、まあいいや、太くしとこう。マイナス、このマイナスが大事なんですよね。ね、ということで、つまりと、これでやめちゃいけない。これでやめちゃいけない。つまり、ね、A が2以上の時。というふうに、これも、というふうに、この式を簡単にするためには、場合分けが必要なんです。ね。まあ、よってと。でもう一回書きますよ。改めて A が2以上と、このよしっていう言葉よく使いますから便利でか使ってくださいね。そのまま A-2 とで2より小さいとき、同じく今度はマイナス A プラス2にしましょうかね。というふうに、この形のまま、とりあえず変形してみてください。ね。この形のまま。ね。というのはどういうことかというと、結局ね、この A の部分ね。A の部分、A 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 の部分。ね。今、線を引いたところ。この問題の場合は、これです。これが、これがここに来て、マイナスがついて、ここに来て、ね、マイナスの A、マイナスの A、マイナス2。で、ここにこれが来ます。0以上、0未満。ね、A-2 が0以上、A-2 が0未満。で、それをちゃんと計算して、わかりやすく直しておくと、ね。ということで、答えの方はこっちを使ってください。2、A が2以上であれば、これ。A が2より小さければ、これ。というふうな感じで、こういうふうな式変形を必要とする問題、この後出てきます。
ね。はい、ちょっと今日も長くなっちゃったな。いろいろ細かいことがいっぱいあったんでね、なるべくならまあ20分以内、まあ15分程度で収めたいんですけども、まあ最後まで付き合ってください。ね、きっといいことがありますから。はい、まあ今日はそんなところで終わりたいと思います。じゃあまた次回お会いできることを楽しみにして、今日はここまで。バイバイ。